では実信選手にお話を伺います。まず個人的には待ちに待った J リーグに向けてのキャンプが始まっています。今のお気持ちどうでしょうか？そうですね、このチームで J に上がれるとは思ってなかったんで、それが実現できてすごい嬉しいんですけど、まあ、キャンプが非常にきついんで、その考える余裕がなかったですけど、はい。J に行けると思ってなかったんですか？そうですね、僕が大学卒業してここに来た時はそういうプロの話もないですし、仕事をしながらサッカーをしていたんで、そういう J に行けるチームだとは思ってなかったんで、僕としてもステップアップのために選んだチームなんで、このチームで行けるってことはとても嬉しいですけど。まあ、なかなか考えられないともおっしゃってましたけど、やっぱりでも特別なシーズンのこう準備段階の期間なんじゃないですか。そうですね、本当にチームメイトは結構 J を経験している人が多いんですけど、僕自身初めてなんで、ドキドキというか、早くその舞台に立ちたいっていう気持ちで、このキャンプに入りまして、まあ、いい準備できてるんで、早く待ち遠しいですね。J リーグでのプレー、どんなことが一番楽しみでしょう。そうね、やっぱりレベルの高い選手と一緒にできるっていうのが一番の楽しみですし、そこで自分がどれだけできるのかっていうのも楽しみですし、そういうところを楽しんで、プレーしたいなとは思いますけど。長い間、鳥取にいらっしゃる実信選手なんですが、チーム、どんなチームか、ちょっと紹介してください。そうですね、もともとすごい仲いいんですけど、プライベートでも仲いいですけど、練習になると、そこはピシッと、いいとこは言うし、言いたいことも言い合える、すごい仲のいいチームです。サッカーの面では、どんなところでこう鳥取のプレーを楽しんでもらいたいと思いますか？そうですね、まずは本当に守備を基本としたチームなんで、そこから速いカウンター、あとは本当、パスを回して、サイドからの攻撃っていうのを見ていただければ、外のある鳥取のサッカーがよりよく分かると思います。今年のまずチームとしての目標を教えてください。そうですね、まずチームとしてはその J の舞台を楽しんで、一つでも多く勝てるように目標として頑張ってます。個人的な目標は何かありますか？個人的ですか、まあ、本当チーム目標と一緒なんですけど、まずは本当一つでも多くピッチに立って、チームの勝利に貢献できればと思っています。じゃあ、サポーターの皆さんに改めてメッセージをお願いします。はい、今年 J 初めてなんですけど、一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。